児童の遊びを指導する者とは、児童館や放課後児童クラブに勤務し、児童の自主性、社会性、創造性の育成に資する者。保護者の子育て支援や、地域の子育て環境づくりも職務に含まれる。かつては、児童構成員と呼ばれ、子どもの性を厚くする者という意味合いの用語であった。しかし、行財政改革による規制緩和の煽りを受け、 1998年度から児童の遊びを指導する者へ名称変更された。しかし、一般財団法人児童健全育成財団では、児童の遊びを指導する者が行う業務が幅広く、名称が実態を超える状態になっているとして、児童構成員に服するか、実態にあった新名称のいずれかに名称を変更する、よう、関係省庁などに陳情を行っている。なお、 放課後児童クラブ職員については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準施行に基づき、2015年からは、有資格者が放課後児童支援員と規定されたため、児童構成員あるいは、児童の遊びを指導する者は、児童館職員に対して用いられることが一般的である。児童の遊びを指導する者は、任用資格として、 以下の要件のいずれかを満たしていなければならないより、第38条児童厚生施設には児童の遊びを指導する者を置かなければならない。二児童の遊びを指導する者は次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者、二保育士の資格を有する者、 三社会福祉士の資格を有する者。四学校教育法の規定による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条。第2項の規定により、大学への入学を認められた者もしくは通常の家庭による12年の学校教育を終了した者、または文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定したものであって、2年以上。 児童福祉事業に従事したもの。高学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格を有するもの。独自のいずれかに該当するものであって、児童構成施設の設置者が適当と認めたもの。医学校教育法の規定による大学において、 心理、教育、社会、芸術、体育のいずれかに関する学部、学科、専攻を卒業した者。路学校教育法の規定による大学において、心理、教育、社会、芸術、体育のいずれかに関する学部、学科、専攻において、優秀な成績で単位を習得したことにより、同法第102条、第2項の規定により、大学院への入学が認められた者。 派学校教育法の規定による大学院において心理、教育、社会、芸術、体育のいずれかに関する研究科を修了したもの。二外国の大学において心理、教育、社会、芸術、体育のいずれかに関する学部、学科、専攻を卒業したもの。第39条児童校成施設における遊びの指導は児童の自主性。 社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。ありがとうございます。